えー、野田内閣が、うんえー、6月4日内閣改造を行いましたしましたねちょうど僕はあの、はい、改造の日にね、ええ、沖縄から帰ってきたんですあはい沖縄にいらしてったんですかで金曜日からね、ええ、あの沖縄で中国のジャーナリスト9人がやってきて、はい、でまあ沖縄で日中関係を日本のジャーナリスト8人とねをやったんです、ええ、あの ずっとやられてはい、はい、日中ジャーナリスト会議の、はいうん、じゃあ沖縄会場という、ねはい、番ということで、うん、そちらも伺いたいですがいかがでしたか、うん、いや面白かったのはね、うん、やっぱりその1日目2日目とね中国のジャーナリストたちをやっぱ沖縄案内したんですよ。1日目は悲鳴の塔とかね南部のこの戦跡ですね、うん、あの非常に悲惨な戦跡を。はい、それから2日目はね 一番、まあ、彼らがやっぱりショックを受けたのはね、えー、あの普天間です、はい、今普天間がね飛行場をまるで見えるような高台ができてるんですようん、うん、そこが上がるとねもう目の前にあの普天間飛行場がダーッてのがる、はい、でいかにもね絵に描いたようにねまるでその周りはねもうビルや、ね、そ<う>民家が密集してるはい学校,学校があったり地元の住宅街があったりですよね、うん、<laughs> それを見てね、うん やっぱり中国のじゃあ非常に深刻な思いでしたつまりねアメリカといういやち危,ないな危ないじゃないアメリカという外国の基地があるわけでしょ中国に外国の基地はないですよね外国の軍隊の基地があるしかもその74%がこんな小さい沖縄にある目の前を見てこれって何だろうと、うん、これを一体僕にも聞いたんで 沖縄の人たちは、なんて考えてんだろう。で、ちょうどその沖縄のね、新聞記者やこ。こ、うん、の、テレビの記者もいたんで。どう考えてるっ,て言ったらね。非常にみんなね。答えに困ってた。うん、いや、けしからんっていいんだけど。けしからんならどうしてみんなデモしてね。追い出さないんだとこう。中国人言うでしょうん。それは率直な感想ですよね。自分の方でしたら。 だからその複雑な感情がねな、うんうん、かなか説明できなくて困ってましたね、うん、割に中国って面白いのはね僕なんか中国の人の方が気が合うんだけど、はい、ストレートに聞くんですよでね日本人は例えば今中国のねあの一等職官のスパイ事件なんて<あ>どうだとう僕は平気で聞きますからねあ中国のじゃない人にね聞けるしそれからこの間ね、はい、盲目の「 さんというね活動家がんか随分弾圧をされてアメリカに行ったね留学という形留学うには亡命ですよあってねうんいなことを聞きますよ僕は他のジャーナリスト聞かないけどねそうすると中国の方も答えますちゃんと率直にちゃんと答えるそういうとこ面白いねストレートにできるやり取りができるというだってそういうもんだから日本人っていうのはあまりどっちかとね あの聞いいいいては悪いんじゃななかと思い過ぎなの面白かったのはね余計な話だけどその中国の CCTV のね女性のキャスターがいるのね、まあ、40になったかならないぐらいかなであの僕とその白眼章さんと3人で対談をしたんですが、うん、<laughs> 対談って定談ですね。で終わったらタラさん 中国へ今度ぜひ私に会うために来てください自分に会うために来てくださいだからね<ー>やっぱり白岩松さんの方がメインキャスターだし、えー、こっちにやっぱりあれたとしないと言られたらね白岩松さんと比べて私はそんなに魅力がないですかって魅力がある、はい、はっきり言ってくださいどっちが魅力がありますかって、えー、そのお二人がいるそれでね、えー って言ったらね「綺麗じゃ足りない」「魅力がある」と言ってほしいでいや魅力があるって言ったらね抱きついてきたまあもししょはい本さんそんなのできないでしょできないですねこういうのが何でしょうねやっぱアメリカに近いんですね自分の思った感情をストレートに言っていくどんどん日本人は言わない沈黙がなんが言ってますからねなん何でしょうね あのまあジャーナリストもさっきおっしゃってましたが日本人はこうちょっと用心しちゃったり無難にだからね日中の外交が激尺するのはここだと思うはい向こうは言うんですよ日本言わない日本ももう少しまっすぐ行っちゃってで言うべきいうですねでそれが今度のねやっぱりあの野田首相の内閣改造にも及んでて。 なんか言いたいことをちゃんと言ってないなって感じがする。るそのあたりを伺いたいんですが、うんえー、さっきまあ出てきましたの普天間基地の問題も、うんえー、防衛大臣が変わりましたね、うん、森本さん、うん、でターさんよくご存知の方だと思うんですが、はい。昨日恋愛しました。あはい、うん、どういう話をされたんでしょうか。いやもう大変ですね大変なのよく分かってけど頑張ってくださいと言いました。うん、まあ森本さんが民間 して民間人としていうよりね、ええ、やっとプロが出てきたって感じこれまではなんかね素人にしてもひどすぎたでしょ、うん、連続ですよしかもやっとね要するに防衛問題についてね 語れる人が出てきたなと意味、うん、でほっとしました。はい、うん、語れる方なんだけど、その民間だということで、うん、まあ、えー、一部まあ批判一部ではないこんなもじゃない。自民党と公明党がやってるだけで当たにはやんうん、うんうん、あ、じゃあすみません、ちょっとメールをよろしいでしょうか。はいはい、ラジオネーム、えー、ザネオさん、三十代男性の方です。 えー、いつも楽しみに拝聴しておりますありがとうございます、えー、早速ですが民間人の防衛大臣の起用について自民党のある議員が政治家でない以上軍事的な出来事に政治的責任が取れないという発言をされていましたこういう時の政治的責任とは田原さんは何だと思われますかという政治的責任ってやめるってことじゃないですか具体言えばじゃあ全然この自民党の方のもっと言,、ねはい、言えば自民党になって ね、あの議員じゃない、えー、閣僚はずいぶん出してます竹中平蔵なんていい例じゃないあるいは女性も何人も出てますよ、うんうん、それからあの、まあね、民間人だとその議員じゃないからつまり秘密が漏れるんじゃないかと秘密漏らしてる議員いっぱいいるじゃない <laughs> 今度のね加納農水大臣のあの事件なんて何、はい、だあれはとベラベラしゃべって議員なんか全く信用できない。 議員が偉そうなことを言うなと言いたいねえだ政治家だから政治家じゃない人を信用できないみたいなこと言うのは違います、ね、民主党だって三人喋れば必ず漏れる、うん、漏れますか,かこの、えー、批判は当たらない、はい、ということですよねじゃあその改造、まあ全体的に見てなんですけれども、うんえー、国土国交大臣が、えー、畑さんですねで、えー、郵政民営化と金融大臣が松下さんまあね、えー、こんなことはいいんですがねいい一番問題はね、はい やっぱり腰石さんですよ幹事長、うん、僕はね越井さん変わると思ってたのああ変えると思ってたの、はい、結局変えなかったねあのなぜかというとこのもともとねこの,あの防衛大臣やそれから国土交通大臣を問責<あ>されてね、はい、で変えないと野田さんが頑張ったのは野田さんが頑張ったんじゃないんだよ腰石が変えるなっつったんですよ